このビーンっていう音でこの2も3もなるわけだから、だからこれを今度はこっちを持っていくと音しないから、ほら、あ、浸透しないでしょ、うんうん、ね、でこっち持ってきますよ、ここ溝掘った中に入れる、ね、こんだけ音が違うわけ。これだけ音が違う。すごい。こんだけ長くお付き合いしててあんまりこういうの見たことない。そうでしょ。言葉とかで三味線みんなそうだよ。このビーンっていう音で音を利用してこの2も3もなるわけ。これを彼をね教えてあげたいよね。こんな。